JA 三井リース株式会社は、東京都中央区に本社を置く、日本の大手総合リース会社である。三井系の三井リース事業株式会社と JA 系の共同リース株式会社との経営統合により、2008年3月に発足した。略称はジャンル、三井広報委員会、月曜会、三井文庫の加盟企業である。2008年4月に、 JA 系統の共同リース株式会社と三井商社系統の三井リース事業株式会社の共同持ち株会社として JA 三井リース株式会社が設立され同年10月に JA 三井リース株式会社を存続会社として上記3社が合併し誕生した JA 系統と三井商社系統のバックボーンを合わせ持ち それぞれの専門性や販売チャンネルを活かした事業活動を展開している。設立経緯から JA 組織との関わりが深く農業機械生産設備のリースファイナンス取扱い高は業界トップ。2017年5月には高額なコンバインなどの農業機械を複数の農家でシェアして利用する農機シェアリースが事業化された。このほか、医療モール蘇生やリースを活用した 医師独立開業支援サービスを提供する医療、メディカル事業、船舶建造資金の融資や海運会社向けリースを行う船舶ファイナンス、太陽光発電やバイオマス発電などの環境、エネルギー分野などに強みを持つ。近年は成熟した国内市場を背景に成長著しい海外での事業に注力しており、2015年6月にシンガポールの重機レンタル大手への出資、 2017年8月には、ブラジルにおいて3000両の鉄道貨車レンタルを行う、三井物産グループ出資の特定目的会社の株式の50%を譲り受け、南米での鉄道貨車レンタル事業へ参入した。子会社117社及び関連会社7社で構成される。ありがとうございます。